今回は努力について対話しよう。かなり昔の、かなり昔に山本太郎さんがなんか努力しなくても生きていける的な発言してたと思うんですけど、それだとなんか共産主義みたいになってみんな努力しなくなるんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょう。努力、共産主義国家っていうのはもう誰も努力しない状態になってるんですか。私は確認したことがないので、なかなかその議論にはついていけない部分があるんですけど、共産主義国家について先に人工知能に聞いてみよう。共産主義国とは、マルクス・レーニン主義を掲げる社会主義国のことで、特に共産党が一党独裁を実行する国を指す。現在、共産主義とされる国は中国、キューバ、北朝鮮、ラオス、ベトナムの5カ国である。ソ連やロシアは社会主義国家であり、現在は資本主義になっている。共産主義を体現した国家は存在しない。4。選挙による独裁では、国民はいくつかの権利を持つものの、自由、公正、有意義な選挙とするための結社、表現の自由など、いくつかを書いている。言わんとしてることはわかります。努力しなくても生きていける社会にしたい、生きていける社会にしたいっていうのは、私の理想なんですよ。だって、その努力って、例えばですけど、頑張らなくても生きている社会、これイコールかもしれないですね。頑張らなくても生きていける社会、ただく努力しなくても生きていける社会っていうのも近いものがあるかもしれない、表現的に。例えばだけど、頑張らなくても生きていける社会って形にした場合に、そんな社会はある意味で怠け者を多く生んでしまうんじゃないかって心配される方非常に多いと思うんです。一方で、じゃあそのあなたが頑張ってるか頑張ってないかって、あなたが決めることになってませんよね、今の世の中でね。今の世の中では、すべて査定される。あなたが頑張ってるかどうかは私が決めるからね。まだまだ頑張りが足らんな、みたいな話って溢れてるわけですよ。人の頑張りとか努力って、あなた以外でそれをジャッジできる人いんのってことです。そういったことで生産性があるないとか、世の中の役に立ってるとかやってない、役に立ってないとか、そういうもので切り分けていけられる先って何かと地獄しかないんですよ。もうすでにそれ深まっちゃってるじゃないですか。役に立たんやつはいらんなみたいな話の社会、当たり前に自分も言ってしまうっていうような状況ですね。思ってしまうし、言ってしまうし、やってしまうみたいなことがもう、でその言葉を言われないために、自分はこれだけ頑張れる人間で、役に立つ人間でってことを先回りしていかなきゃいけないような社会なんで、もう、はあ、疲れるわっていう社会だと思うんですよ。だからこそ当然10代から30代までこれ死ぬ原因の1位が自死になってしまってる。子供から大人までもう絶望的っていうか、もうこの世が地獄やなみたいな、希望なんて持ちませんよ。この国で一番偉いの誰？皆さんなんですよ。本当に自信奪われてただけですよ。自分は生きてていいのかって、生きててくれよ。死にたくなるような世の中やめたいんですよ。将来にみたいな、できれば、目立たずに息を潜めて、他の人に紛れながら生きていけたらいいのになみたいな発想になるの当然ですよ。目立っていいことなんて何もないもん。突き抜けていいことなんてほぼないですよ。もちろんうまいこと時代とあったりとか、何かタイミングがあったりとかして突き抜けたことによって、何かしら新しい世界に躍り出られる人もいるだろうけれど、まさか自分にそんな才能はないだろうし、そんなこともなかなか考えづらい、勇気持てないとか、ある意味でチャレンジすることを笑うっていうか、そういうことがもう拡大していってる。完全に自信奪われてるんですよ、みんな。そんな社会嫌なんですよね、私が。で、私はもうわがままに生きてる。うんうんってご覧の通り、有権者の皆さんの前にもこのような T シャツでですね、現れてくるようなですねやりたいようにしかやってないように見えるかもしれないけれども、そうでもないですよ。話戻ると、努力しなくても生きていける社会だったら、これはもうちょっと言い過ぎかもしれないけど、逆に言ったらもうみんな頑張りすぎてるから、頑張りすぎないと生きていけない社会になってるから、ある意味でね。もちろんそうじゃない人もいるかもしれないけれど、少なくともこう流しながら生きていけるぜっていうところで、なかなか生活できない状態って結構多いのかなと思うんですよ。なんか息苦しいよなと思うんですよ。だからこうやっぱりみんなすごく真面目だから、真面目に生きてる、真面目に
生活されてるから努力しなくても生きていける社会を作りたいんですって言ったら、それはちょっとどうかと思いますよっていう反応になるのは当然だと思うんです。でもその前提があったとしても努力したい人はするじゃないですか。必要なことには働かなくても生きていけるっていうような状況になったとしても、生活はそれで労働の対価を得てっていうことじゃなかったとしても、何かしら社会とつながってたりとか、社会とつながったり人とつながるっていうために仕事って多分何かやりたくなると思うんですよね。私はそう、皆さんはどう？だから一番ちょっと究極な形での発言ではあるんですけれど、その意図は何かっていうと、やっぱり自己責任ってことがもう極まっちゃって、自分がどれだけあなたにとって有用な人材ですってことをアピールし続けなければ、決してなんだろうな、安心してられないっていうか、なかなか難しいな言い方として。まあそういった意味で、あの木村英子さんで船子先生、船子さんっていう人たちをですね、やっぱり私たちの政党の議員にしたかったんですよね。だって生産性で人間が、その価値が決められるとなったら、彼らは最初に殺されますよ。ただ体が動かないっていうだけで、彼らがどれだけ有能かってことを知る前に殺されますよ、多分。おそらくね、そう思うんです。いや、あのね、もう随分コストがかかってますから障害者の皆さんは、みたいなことで、それはもう高齢者にも言えるかもしれない。あなたいくつまで生きるつもりなんですか、みたいな。自分の命の期限決められますよって、みたいなことを、で実際にこの社会の中で私が生きてるうちに、多分そういうことを、このまま社会が壊れ続けたら、多分そういうことってできるようになっていくと思うんですよね。で社会がそれを認めるような状況であると思うんです。私そこに抵抗して何とか止めようっていうような人たちもいるだろうけれど、でもそれって悲しいよなっていうか、寝たきりになってからがやっぱり人生おもろいなみたいな社会にしたいんですよ。だって自分もそうなる可能性あるわけですね。そういう思いです。ごめんなさい、一言のスローガンでここまでなんかだらだら答えやがってて申し訳ございません。力貸してほしいんですよ。